はい、こんにちは。こんばんはか。こんばんは。ケイです。久しぶりです。やる前に一回ちょっとインフォメーションです。先ほど、確認しました。12月9日の金曜日ですけども、ウォンキーズ3年ぶりに復活ライブやりますんで。っていうか、ウォンキーズって誰っていう。古いオールディーズの、バンドです。何年ぶり ?3 年ぶり、正確に言うと2年10ヶ月ぶり。19年の2月のライブやったっきり、コロナ始まってこの近くで感染者が出て、ああダメだね、できないねってなってから、もう時期丸3年っていう感じです。ちょっとこのマークずらしていい？狙ってる場所がね、危険だなっていうか、ね、何いや、それ言ってない、ガスも検知するよなっていうから、ね、あ、そう横向けとけいい、もう50過ぎてから緩くなってるそれはいいよ、それはで、何やろうかなと思ったんですけど、基本的にスモーク食べないよって、スモークが出ればいいですけどね、実弾出しちゃうバーガーなんで何を言ってるんですか。なんだっけ、これ何をやるかなっていろいろ考えたんですけど、ウォンキーズというバンドで、ボーカルをやってますケイゴです、来月久しぶりにここでライブをやることになりましたので、その中から1曲、ウォンキーズっていうぐらいなので、ウォンキーズの曲を1曲だけやりたいと思います。All I could have is the wings of the bluebird as they sing. The 6 o'clock hour will never know. The tidlings under our eyes wipe the sleep out of my eyes. My heart.
もっと
ブレピチピチチャプチャプランランラン生まれは青森は五所川原あらえっぺん来てみなよ田んぼで鍛えたこの声と親にもらったこの顔はああ村で人気のプレスリーや田舎のプレスリーイエ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 イ村の祭りじゃ人気者は娘子寄ってくる青森は田舎とバカにすな俺はプレスリー岡山で鍛えたこの声と明るけたこの顔はあんあん村じゃ人気の色男田舎のプレスリーイエイエイエイまいねクワバカ盾に声出せばスズメが寄ってくる田舎育ちとバカにすな俺もプレスリー組み取りしながら歌い出せば生一緒に踊り出すあんあん村じゃ色男と田舎のプレスリーイエイエイエイ村の村長も泣いてゆうお前は世界一と歌もうまいし器量もいいだから出ていけと悪いことだかいいことか褒めているのかあれがこさん息子も俺はプレスリー田舎のプレスリーイエイエイエイ村で私に石投げるあこの村出て行けとしかし俺がいなくなりゃねぶたも出ないじゃろ半角祭と人は言う病院入れと人は言うああしかし俺はプレスリー田舎のプレスリー田舎のプレスリー絶対プレスリーイエイマイエイ